モルッカツカツクリは、ヒモ目、ツカツクリかモルッカツカツクリ属に分類される鳥類。本種のみで、モルッカツカツクリ属を構成する。インドネシア固有種全長33から34センチメートル。翼長19から23センチメートル。後頭の羽毛は伸長する。尾ハは短い、尾ハの数は12枚。機体は緑褐色、色。ン羽は赤ツ色の羽毛で覆われる。 羽毛の外縁が灰色の赤葛色の羽毛で覆われ、灰色の横縞が入っているように見える。腰は緑がかった灰色の羽毛で覆われる。頸部から胸部にかけて緑褐色の羽毛で覆われ、腹部へ向かうにつれて白い羽毛が覆う。初列風切りの色彩は黒褐色。人間でいう手首より内側の次列風切りや三列風切りの色彩は淡褐色で。 赤葛色の反紋が入る。くちばしの色彩は暗い緑褐色で、先端は黄色。人間でいう足の甲全部には、蛇腹状の鱗が一列に並ぶ。甲子の色彩は暗い緑褐色。標高1950メートル以下にある、熱帯雨林などに生息する。繁殖形態は卵生。砂浜などに、メスが穴を掘り、1個の卵を産む。 地熱や太陽熱によって卵を孵化させる。生息地では卵が食用とされることもある。食用の乱獲などにより生息数は減少している。ありがとうございます。